妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、姉ちゃん。今日乗る戦車は、ソ連のティア6プレミアム級戦車、T-34-85M3 だね。うむ。マップは万里の長城、じゃなかった。帝国境界線、マッチングはティア5と6だね。それじゃあ初動は、南西にでも行っちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。今日のマッチング、自走33両マッチだね。うむ。自走33両から狙われると甚大な被害を被るから、自走3の車線には入らないよう、注意していきたいね。幸いこのマップは、地形の関係で自走3の車線を切りやすいから、そう難しいことじゃないしね。了解だよ、姉ちゃん。あと、ティアトップ戦車の車種が違うのも、少し気になるね。うむ。敵には重戦車さんがいて、味方にはいないもんね。でも、前線の車両という意味では、重戦車3両いる味方の方が、熱いんだよね。クロムさんもシコダさんも、北側行っちゃってるけどね。あわう。さて、こちらに来てるのはウルバリンさんだけかな？って、よりによってトップ重戦車さんまで来てたのね。チヌさんもいるし、味方はレイ。これは大ピンチだ妹よ。了解だよ姉ちゃん。大急ぎで味方さんの方まで逃げるね。うむ。36系逃げるに近づってね。というか、A43 さんまでいるとか、そんなおかわりいりませんよ。あわう。でも本当だねお姉ちゃん。ふう、ここまで来ればもう一安心かな。そしたら T-34-85M3 急速旋回、ここからは迎撃戦に移行しようか。了解だよ姉ちゃん。よしよし、この動きは突っ込んできそうだね。私たちがおとりになって敵を引き込んでみんなで攻撃する。これこそ釣りの伏せって感じだね。いいね、お姉ちゃん。厳密には釣りの伏せはもっと奥まで引き込んで、包囲殲滅を目指すらしいけど、そこまではさすがにあれだよね。そうだねお姉ちゃん。ゲームシステム上、伏兵にも限界があるもんね。味方さんは隠れてたわけじゃないけど。あう。よしよし、着せずしてトップ重戦車さんをあっさり倒せちゃったね。いいね、お姉ちゃん。っていうか、奥にさらにティア6の SU-100Y3 までいるとか、敵サイド、ちょっと南西ルートに戦力割きすぎじゃないかな？本当だねお姉ちゃん。こんなにまとめてティアトップ車両を運用するとは思わなかったよね。うむ。こっちなんて北東ルート、中央北側、中央南高台、南西ルートと、綺麗に分散してるのにね。あれ？でも私たちを背後から撃ってきた A43 さんがいないねお姉ちゃん。うむ。どうやらミニマップを見るに、中央南の高台に行っているみたいだね。そしたらあそこにいるのはウルバリンさんだけだろうし、私たちはこのままウルバリンさんを倒しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。自走さんの車線のこともあるし、右側から狙ってみるね。うむ。敵陣方面に逃げる可能性も考えられるし、その手は良さそうだね。む、あの動き、逃げる気は全くなしかな？でも、東からはフランス重戦車さんが来ているし、下がってくるかもだね。それもそうだね。同格重戦車さんとの接近戦とか、不利すぎるもんね。ナイスショット大妹よ。この後は一旦自走さん警戒と行こうか。わかったよ姉ちゃん。む、重戦車さんの方に行っちゃったね。ナイス撃破大妹よ。そしたら中央の A43 さんが自陣に来るかもだし、ここは一旦戻ろうか。と思ったけど、あのヘルスなら自走さんだけでもなんとかなりそうだね。そうだねお姉ちゃん。それに北の戦場も味方さんが勝ちそうだし、これはもう敵陣へ突撃しちゃっても良さそうだよね。うむ。今日は一発も撃たれてないから特に恨みはないけど、自走さんがリタイムと行こうか。了解だよ姉ちゃん。うーむ、この距離感、北部隊の方が敵陣に近いかな？北東からは下り坂だし、北部隊さんの方が早く敵陣に到着しちゃいそうだよね。うむ。あとは敵の自走さんが、こっち側に逃げていてくれるのを祈るのみだね。あう。二両奥で発見されちゃったね。と、A43 さんだ。ナイス撃破大妹よ。M44 さんは見えていないから、あの子はこっち側にいてくれるかな？よし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 、
M44 さん、待っててくださいね。今私たちが迎えに行きますよ。ナイスショット大妹よ。そして最後は、ラムアタックされちゃったね。ともあれ、これにて無事に勝利だね。いいね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2583、キル数4、アシスト383、棒ダメ460。スコアは1284でチーム内トップ、1バッジ2大口径をゲットだね。終始は、ティア6とはいえさすがプレミアム戦車。通常弾運用だったこともあって、いい感じの黒字だね。今日は序盤こそ焦ったけど、結果的にはいい感じの釣りになったし、いかったよね。本当だねお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。